こんにちは、一ノ瀬です。今日は過去さんギリシャ訪問についての話題をお届けします。でその前にね、二つお知らせがあります。一つ目がね、昨日コミュニティ欄からね、お知らせしたんですけど、え女性天皇とともに明るい日本を実現する会のクポッタケイさんと参道、まあ、者のね、皆様が、今日ね、5月17日に衆議院第二議員会館前で、まあ、10時からね、旧三宅の公式復帰反対抗議活動をなさっていらっしゃいます。 で私、昨日ね、視聴者様からコメントでお知らせをいただきまして、なんかあの、私のね、動画のお知らせで、昨日のうちにね、告知できればよかったんですけど、昨日ちょっとバタバタしててね、動画が上げれそうになかったので、まあ、取り急ぎね、コミュニティ欄からお知らせをさせていただきました。で、まあ私はね、地方に住んでるので、なかなかね、東京でのデモ活動とか、まあそういうの難しいですし、まあ実際にね、本当にこう、えー、道にね、沿道に立って、 あ,あいた抗議活動をすること自体がものすごいやっぱり勇気が必要なことなので本当にね女性天皇と共に明るい日本を実現する会の皆様には感謝ということでございますでこの抗議活動もね今日だけじゃなくてまたあの5月24日と5月31日にもね予定されているみたいですのでもしねご賛同いただける方はご参加であるとかまあ、応援をねしていただければというふうに思います はい。で、2点目が嵐山のうごや問題、その後ということでございます。まあ、京都府の方から嵐山通船さんと、あとね、解散してしまいましたが、嵐山うかい観光文化振興協会の両方にね、あのー、2月のうごや撤去費用のね、990万円、まあ、正確には987万8000円の納付書が届いておりまして、まあ、その振込期限が実はあの、今日までということでね、5月17日で、えー、だったんですよね。 でこの納付書というのがゴールデンウィークの連休中のね5月2日に発行されてましてで、まあ、連休があったのでね嵐山通船さんに届いたのが5月6日ということでねで京都府はこの、ね、約1000万円近くのお金ですよこれを中小企業のね、えー、嵐山通船さんに払ってもらうのにたった10日しかね猶予を与えないという,、ね、もう本当に無慈悲な仕打ちだったわけなんですけど。 え通船の小島社長によりますと実は5月15日に一応ね、えー、通船んさんからはこのね、えー、通知書に書かれてあった請求費用の満額をねお支払いになられたそうでございます。えそして鵜飼協会の関係者とこの嵐山通船んさんはもう今ね全く関係ないし連絡もね取り合っていないというようなことでございましたので鵜飼、まあ、協会さんがどういうふうにしたかというのは全くわからないということなんですね。 で私個人的にはですねちょっと疑問だったんですけどこの納付書がね、えー、その980何万円で嵐山通船さんと、えー、嵐山外観光文化振興協会の両方に行ってるんですよね。だからあの 通船んさんも鵜飼協会さんも両方ねこの満額払ったら京都府が2倍ね請求費用の2倍のお金をもらうようなことになるので、まあ、そのあたりはねどうなんでしょうかというふうに思ってたんですがなんかもしねそういうふうになったらなんかね議会のね府議会の承認のもとに返金するというようなことになるようですね。ででも、うん、どううなんんしょうね嵐山のの観光文化振興協会さんの方は なんかこのままスルーなんじゃないかなとね私は思っております。 で私ね通船さんがこのね撤去費用を一応ね、えー、期日までに満額支払われましたよって話をしてるわけなんですけどこれはあのねうごやの所有権が通船さんとかあの通船さんのねあの一部責任があったとかそういったことを認めたわけでは全くなくて嵐山通船さんとしてはあのうごやは、まあ、あくまでもね京都府と鵜飼観光文化振興協会のこの2社の問題であって嵐山通船は全く関係ないっていうねそういうスタンスなんですよね。 でも、いずれにしても、一旦そのお金ね、請求が来てる分払って、そしてやることをやってから、京都府に文句を言って、で、その上でちゃんと取り返しますというね、えー、こういったおつもりということのようですので、えー、これからのね、嵐山通船さんの戦いに皆様ね、えー、ご期待いただければと思います。 はい。そして本日の本題でございます。過、えー、さんギリシャ訪問に関してのお話でございますが、昨日ね、駐、えー、日ギリシャ大使館になんか過去さんがね、昼食に招かれたといったようなニュースが出ておりましたので、えー、このニュースを一部引用したいと思います。 16日、秋篠宮家の次女、佳子さんは、今月25日からのギリシャ訪問前に、東京にあるギリシャ大使公邸を訪問され、臨時代理大使主催の昼食会に臨まれました。16日、秋篠宮家の次女、佳子様が訪問されたのは、東京にあるギリシャ大使公邸。今月25日から8日間の日程で、外交関係自立125周年と、日本ギリシャ文化観光年を迎えているギリシャを公式訪問される佳子さん。 本日はお招きありがとうございます皆様にお会いできることを楽しみにしておりましたギリシャ訪問に先立ち臨時代理大使主催の昼食会に臨まれました側近によると加古さんは昼食会でギリシャの文化などについて話されたということです加古さん訪問に向けて準備を進めていて視察が予定されている修道院の壁画の修復に協力した専門家や日本とギリシャに関わる人たちと面会し信仰を重ねられているということです カコさんの外国公式訪問は昨年11月のペルー訪問以来3回目でギリシャ大統領への表敬訪問や記念式典への出席などが予定されています。また世界遺産であるパルテノン神殿などを視察される予定です。はい、ということでね、あのコメント欄も安定の荒れっぷりでございましたが、まずはね、臨時代理大使というね、この耳慣れない言葉に関してでございます。 これがねギリシャ政府のたってのご招待で佳子、えー、さんがねギリシャに行かれるということなのに大使が出てここないといとうねねの不思議です、ねまあ、しかも臨時代理の大使ってねなんかあの大使風に書いてますけど多分ね私が思うに駐日ギリシャ大使館のなんかシニアスタッフとかね、まあ、そういった方が一応まああの大使がねご不在なので私が代理でございますっていう感じで出てこられたんじゃないかなというふうに思っております。 なんかペルに行かれた時もね、外務副大臣であるとか、なんか微妙にちょっと格下の方がって言ったら失礼ですけど、まあ微妙に偉くない方がね、対応するのは何なんでしょうかと思いますが、本当にね、ギリシャ政府からの過去3ご指名でのご招待なのだろうかということがね、まあ、改めて疑問ですよね。で、現在の中日ギリシャ大使はどなたかと言いますと、 ニコラオス・アルギーロス大使という方でしてこの方もね今年の4月から日本に赴任していらっしゃるんですね、まあ、大変ね語学にご堪能という方でしてギリシャ語英語フランス語ドイツ語スペイン語がお出来になるということなんですが、まあ、何分ね日本には先月赴任したばかりでらっしゃって、まあ、それまでのね外交官のキャリアでも日本との接点がね、えー、ない方だったんですよね。まあ、なののででおそらく加古さんはね昼食会に招いたとしても英語での 会話になると思われ、まあ、それはね佳子さんにとっては、えー、都合が悪いので、まあ、日本語 OK のね、えー、臨時代理大使というねこの謎の肩書きを持つ職員さんが対応するということにしたのではないかと思います。 なのでそもそもねギリシャ大使がご自分がね自ら接待する価値がないと思われたのかもしれないし、まあ、大使がね英語だけでの対応になるので過去、まあ、ん側からねそれはいろいろバレて都合が悪いので日本語が多能な方ということでリクエストしたかもしれないというねこの2つの可能性があるのかなというふうに思います。 ギリシャ大使がね、別件で大変お忙しくて、都合がつけれなかったというね、その可能性ももちろんあるんですけど、でもギリシャ政府が直々に8日間もね、加古さんご指名でご招待したのが事実なんだったら、まあ、大使がね、加古さんを雑に扱う可能性は低いと思われるので、このご招待が事実なんだったら、まあ、大使の方もね、ご自分が参加できる日に昼食会を設定するんじゃないかなと思うわけですね。 はいそして、中日ギリシャ大使館ですがフェイスブックとねインスタグラムをお持ちなんですけど昨日のう、ね、の古さんの昼食会のこのニュースにつきましてはなんかヤフーニュースなんかでは、ね、多くのマスゴミさんが報道していらっしゃいましたが肝心の中日ギリシャ大使館の SNS ですねフェイスブックとかインスタグラムでは今のところね投稿なしということなんですよね。 そしてギリシャ大使館の5月15日のフェイスブックではちょうどねこの2024年の日本ギリシャ文化観光年についてアップされてるんですけど、まあ、この情報のね片隅にでもなんかこれを記念してね日本から過去ないしのが5月25日からギリシャをご訪問なさいます的ななんかそういう一言があってもいいように思いますが、まあ、それすらないというねそういった現状なんですよね。 まあでもこの昨日のね昼食会のお話については昨日の今日ということなのでもしかしたらね近々アップされるかもしれませんので一応ね、えー、期待しておきましょうということです。 ちなみに高円宮妃久子さまが中日太陽国のね大使館であるとか駐日アフガニスタン大使館をご訪問された時はちゃんとねその大使館側の発信で記念写真であるとかあのお食事の風景なんかがねアップされてますのでまあ普通だったらねこう日本の皇族方が各国の大使館にお越しになられたらま大使館側でもねえ情報を配信するのが普通なのではないかなというふうに思います。 えそして駐日ギリシャ大使館の情報によりますと今回の2024年日本ギリシャ文化観光年につきましてはさまざ、あ、まな、ね、記念行事がもちろん予定されており、まあ、すでに2024年に入った1月から、ねまあ、行事がいろいろ行われてるんですけど、まあ、それぞれ、ね、文化交流関連とあと観光関連に、ね、ちょっとこの部門を分けてえ文化交流関連とえ観光関連という感じで分けてでイベントスケジュールが、ね、ありましたのでえこれを概要欄に記載しておきますのでご参考に いいただければと思いますでこれはねあくまでも日本でね開催されるそのギリシャ側のイベントということでございますが佳子、まあ、さんのお名前はもちろんないということでしてまあ、これはもちろんね日本側で開催するイベントなので佳子さんのギリシャ訪問の話が出てなくてもし、まあ、仕方がないかなと思うんですけどえギリシャ外務省の公式サイトを、まあ、英語バージョンにね切り替えて表示して そして検索窓でプリンセスカコと入れてもやっぱり検索結果ゼロ件となってまして <laughs> あのますますね本当に招待されたんですかってねそんな感じが漂っておりますえそして逆に中ギリシャ日本大使館でも今のところね加さ沢の訪問に関しては情報が見つかりませんでした で、今年ね、4月に着任された伊藤浩一大使のご挨拶も、一応2 0 2 0年のこの日本ギリシャ文化観光年については触れてらっしゃるんですけど、それに伴ってね、過去さんがギリシャ訪問なさいますというかね、そういう書き込みはなく、まあ、加古さんのギリシャ訪問については、今のところまあ完全スルーということなんですね。 でちょっと話戻りまして日本側で開催されるギリシャのね観光関連のイベントなんですけど実は3月に阪急交通社のギリシャ団体旅行商品説明会があったりとか4月には HIS さんの、ね、ヨーロッパ観光委員会の観光イベントみたいのもあってて一応こんな形でね旅行代理店さんともこのねギリシャ大使館がコラボして日本からこうギリシャへのね観光客のあっせんというかね訪問促進しているような感じでございました。 でまあ、できるんだったらね佳子さんのね旅費をこうしたところにもっとね使ったりとかなんかテレビ番組で、ね、ちょっと特集を組んだりしてで、えー、それでなんかこうタレントさんとかね女優さんとかがギリシャを訪問して何かねこうあのツアーガイドみたいな感じで番組を作ったりした方がよっぽどね効果があるように思いました。 まあでも佳子さんがね行くことによってちょっとこう炎上商法的というかなんか佳子さんのわがまま観光旅行に日本国民のね批判が集まることで結果なんか真っ当なプロモーションをするよりかはギリシャに注目が集まるというねこういう作戦をとってるとしたらまあそれはそれでねギリシャの狙いは成功していると言えるのかもしれません。 で私、ね、このギリシャの、ね、観光イベントのスケジュールを見ておりまして個人的に注目しましたのが9月にギリシャ観光大臣来日という、ね、こういったご予定がありましてでこのギリシャの、ね、観光大臣という方が女性閣僚でオルガ・ケファロジャンニ大臣という、ね、お名前なんですけどあの私が、ね、こうパッと見た、ね、その時の印象なんですがなんかジュリア・ロバーツさんに、ね、ちょっと似てるんじゃないかと思ってすごい綺麗な方なんですね。 でこの方は元弁護士さんでイギリスの大学に留学なさってでロンドンでね LLM も取得されているまあ最でいらっしゃるんですねでこの方が9月にご来日されるということでございます。 で今回のね佳子さんのギリシャ訪問について、えー、カテリナ・ケザラ・ロプル大統領との昼食会があるということは日本の報道でもねありましたがもう一人ねリナ・メンドーニ文化大臣という方も対応される予定でして、えー、このリナ・メンドーニ文化大臣が出てこられるというのはギリシャ側のね現地報道にございましたで、えー、この観光大臣のオルガ・ケファロージャンニ大臣はあの弁護士出身ってことなんですけど、まあ、リナ・メンドーニ文化大臣は考古学者だそうなんですね なんでちょっとそれぞれちょっと毛色が違うね、えー、大臣ということなんですが、今回、まあ、佳子さんはね、文化観光年でいらっしゃるので、まあ、あちこちね、遺跡見たりとか、日本人関係者と会うよりかは、観光大臣のね、オルガさんにもお会いになられた方がまよろしいんじゃないのかなと思いますし、まあ、ギリシャ政府からのね、えー、ご招待なんだったら、もちろんね、文化大臣だけじゃなくて、観光大臣とも面会をね、入れると思うんですよ。 でも今のところギリシャの報道でも佳子さんがねこの観光大臣と会うっていうねこの報道はないみたいなんですね。まあ、なので本当に正体なんですかということともう一つはね観光大臣にもオファーしたけど観光大臣頭がいい方なんでね断られたのかもしれないなと思っております。 そしてカテリーナ・ケサラロプル大統領はギリシャ初の女性大統領なんですけどウィキペディアの情報によりますとギリシャでは政治の実権は実は首相が持っているということでして、まあ、大統領一応国のトップという、ね、国家元首ということなんですけど大統領は儀礼的な権限しか持たないというふうに書かれてありました。 でこの政治の実件をお持ちの首相はどなたかと言いますと、えー、キリアコス・ミチタキオさんでしてこの方ね去年の1月だったと思いますが秋篠宮邸を、ね、訪問された方ですよね。でこの時ね秋篠宮家のお部屋に入った時の、ね、映像がギリシャ側で公開されておりまして、えー、首相がですねこうすごいこう明るい感じでギリシャからお日様を連れてきましたよみたいな感じで入ってこられたんですが、まあ、英語でねこう非常に洒落れた挨拶をなさったんですけど。 なんかキ子さんから「あのイエースティーフ」に返されてしまった非常にお気の毒なショーというねこういった方でございますね。 はいということでいろいろお話しましたが結論といたしましてはやっぱりね過去さんのギリシャ訪問をギリシャ政府から過去さんのねご指名でご招待という体にするのはなかなかね無理があるんじゃないかというね私の中ではこの結論に至りましたというお話でございます本日の動画は以上となりますチャンネル登録高評価コメントなどをいただけましたら今後の動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします本日もご視聴いただきましてありがとうございました